リカ様、危のうございます。そのようなところに登られましては。あの明かりが王国か。降りてきてください、リカ様。町で新しい本を買ってまいりました。行きたいぞ、王国に。なりませぬ。外には悪しき森の魔女がうろついておりますゆえ。それに沼を離れられてはリカ様のお体に触ります。つまらん、つまらんぞ、アルレッキーノ。メタリカにはこの本に出てくるような冒険もできん。友達というのもおらん。リカじゃなくてメタリカだ。いい加減覚えろ。そのように癇癪を起こされてもどうすることもできません。なら本だ。もっとたくさん本を持ってこい。メタリカはいつかウルカのような大魔女になると決めたんだ。メタリカならできるってババアも言ってたし、ウルカみたいな大魔女になれば何でも自由になるんだ。何でもだぞ。思い通りにやりたいことを自分で決められるんだ。どうだアル、これはまさにつまらんの反対だ。リカ様にはいつまでも私がついておりますゆえ。メタリカだ。それにメタリカには分かってるんだぞ。お前が友達やお父さんやお母さんじゃないことくらいな。あ、それじゃあお前はメタリカの何なんだ。森の魔女だ。あいつは敵だ。なんだ、夢か。あいつらが来てから夢をよく見るようになったな。おはようございます、リカ様。昨晩は大層ご機嫌でございましたね。朝まで笑いが止まらぬご様子で、私大変耳障り、いえ喜ばしく思っておりました。当然だ、なんせ私は魔法の力で守護する王国専属魔女ですよ。宮廷魔女たちのトップで王国に一人だけの魔女の権威ですよ。しかも王国専属魔女になれば研究だってやりたい放題って聞きますし、魔女界にも影響が及ぼせるんじゃないですか。ドクガの魔女ベライエ・ヘルゼーエンが18代目を務めて以来空席なんです。その座に魔女様が選ばれるなんて本当にすごいです。さすがです。何を今さら。私がすごいのは当然だ。もちろん受けるんですよね。断る理由なんてないですもんね。あ、それとこれとは話が別だ。どうしても何も、王国専属魔女になったら国王の言うことを聞かなければならないんだぞ。はっきり言って性に合わん。私は人を使うのは好きだが使われるのは嫌だからな。
様、こんな機会二度とありませんよ。沼を広げることが私の目的だ。王国に縛り付けられ国王の話し相手をするなんてごめんだ。それに自由なくして何が魔女だ。鳥かごの中の鳥が魔女とは笑わせる。さすがはデブ将のリカ様、世間と交わることよりもあくまで唯我が独尊、わがまま放題を貫くその姿勢。このアルレッキーノ感服いたしました。首はいけませぬ。喧嘩なら買ってやるぞ、ポンコツ羊が。まあそういうわけだ。私は王国専属魔女になる気はない。そんな。でも王国に行けばリスコさんのことが何かわかるかもしれませんよ。なんだと。確かにリスコ様は異端審問官、王国に行けば何かつかめる可能性は高そうでございますね。それに王国専属魔女ともなれば、普通なら手に入らない情報だって手に入るかもしれません。確かにビスコを探すためにこれを利用してやるのは悪くないか。仕方ない。そこまでお前たちが言うなら王国専属魔女少しだけやってやろうじゃないか。それに犬頃には貸しがあるんだ。それを返さずに踏み倒そうとってそうはいかん。魔女様、飼い犬の粗相は見過ごすわけにはいくまい。飼い主としてな。行くぞ百鬼兵、王国までの道を切り開いてこい。王都に向かうにはシシーテの戦場跡地を抜ける必要がございますが、あそこには怪しい噂が。危険な場所など望むところだ。ま、実際に行くのはお前だがな、百鬼兵。第4幕第9章、魔女と寂しがり。王都の方面はまだピラーの開拓も手つかずだったからな。ついでに咲かせてこい。人の集まるところにピラーありだ。どうせ王都近郊にもピラーが隠れているだろう。この私の王国専属魔女就任の祝い代わりに片っ端から咲かせるんだ。そうすれば私も王国に苦労なく行くことができる。でも魔女様、さすがに王宮の中にピラーはないんじゃないでしょうか。案ずるなルッキーニ、私にはこれがある。ん？何ですかそれ。驚け！これこそが沼にあふれるマナの、いや沼の結晶、緑の結晶石だ！これさえあれば沼から離れても自由に活動することができる。すごいです！あれ？でもこんないいものがあるならもっと普段から使っていたらよかったんじゃないですか。まあな。だがこいつに頼って沼の外を出歩くとその間は強い魔法が使えん。あとこいつは私の体内魔力の予備みたいなもの。まあ
万能じゃないということだ。それにこいつは急ごしらえだからまだ安定しておらん。それじゃあ使えないんですか？今はな。だが百鬼兵が王国に着く頃には完成してるだろう。ゲロチョコ女が余計なことをしなければすでに完成させたものがあったというのに。ゲロチョコ女？どんな魔獣なんですか？おそらくバレンティーヌ様のことかと思われます。はい。ちなみに実際にチョコをゲロされたのはリカ様の方でございます。メタリカだ。それにその話はするな。ムカムカしてくる。おい百鬼兵、お前はとにかくオートまでのピラオを咲かせて私の道を切り開け。もしピラオオブテンペランスがあればそれを最優先としろ。それではまずはシシーテ戦場跡地から向かわれると良いでしょう。オートはその先にございます。シシーテ戦場跡地に行くにはアズブロッケン山を越えなければなりません。それではいつものことながら百鬼兵様よろしくお願いいたします。ようやくたどり着いたな。ここがシシーテ戦場跡地か。私の王国専属魔女就任を祝福する光り輝く黄金のロードといったところか。やや殺風景だがまあいいだろ。さーて百鬼兵、ちんたらするんじゃないぞ。早く王都へ向かうんだ。なんだお前、変わったやつだな。お前もしかしてこのシシーテ戦場跡地を越えて王国に行くつもりじゃないよな。もしそうなら気をつけた方がいい。この先にはな、亡霊が出るんだ。30年前の戦争で死んじまったやつらの霊さ。場所が場所だけにそういう噂は以前からあったんだが、今はちょっと異常だぜ。3日前にもここを通ろうとした王国兵士が行方知れずさ。あいつらに捕まると死者の世界に連れて行かれちまうらしい。だから悪いことは言わねえ。ここを通るのはよしときな。俺ももうここを引き払うんだ。こんなおっかないところにいられないからな。それじゃ俺は荷造りがあるからこれで。オッキャパ。ふん、戦場跡地の亡霊だと。ありきたりすぎて面白みに欠けるな。まあマナニアのお前が霊だのなんだのに遅れは取るまい。出たら出たでしっかりと成仏させてやるんだぞ。死んだ身の分際で写し世に現れるなんざ厚かましいにも程があるってもんだ。そいつらが常世に帰りたいと懇願するくらい派手に痛めつけてやれ。ファイナー！
出た！って、違うじゃねえか！悪霊じゃなさそうだが、なんだか変わったやつだな。女でもなさそうだ。ほどかすんじゃねえよ。まあ、匂いはしなかったしな。この辺りに女の霊が出るときは不臭が漂ってくるんだろ。正体は魔女じゃないかって噂もあるそうだが。俺は霊だと思うね。戦争で死んだ女の。ち、雨かよ。嫌な雰囲気だな。おい、今日の狩りは終わりにしないか？だな。こいつのせいで嫌な感じになっちまったぜ。寒気が止まらねえ。おっ、キャパ、なんかいたな。もっきゅう、あ、まだ気づいてないのか。鈍いやつだ。まあいい、百鬼兵。さっき見えたやつには関わり合いになるなよ。面倒なことになりそうだ。これは肉の腐った匂いだ。ね、で出やがった。霊が出やがった。
おっきょぽ。ん？今のが噂の亡霊なのか。百鬼兵、ちょっと追いかけ回してみろ。怖くない、臭くないの。
私、気持ち悪くないの。やっぱり。百鬼兵をどこかに連れ込む気か。魂に取り憑かれるなよ、百鬼兵。霊だかなんだか知らんが、ここなら大丈夫。ありがとう。私サビーナ、霊とかじゃなくて、その魔女なの。あなたはどうして。Thank you.